岡山県浅口市根校町浦見神殿にある西日本旅客鉄道山陽本線の駅である。駅番号は JRW08。浅口市発足前の旧庁及び駅名の由来となった根校橋本部の最寄り駅である。根校橋の祭典が行われる日にはホーム屋根に教団のシンボルマークが染められた装飾が吊るされる。快速サンライナーは 下りに限り一部列車が停車する。1915年から1925年の根高駅南口ホーム鉄道院の刻印がある古選挙団体利用の際に臨時開設された旧南口2面3線のホームを有する。1番線が短式ホームで2.3番線が島式ホーム。2012年9月頃までは短式。 島式三面四線であり、四番線ホームは、根高橋の団体列車専用だったが、浅口市の南口整備計画に伴い使用が停止され、2013年3月頃に線路が撤去された。また、さらにそれ以前には、島式四番線ホームの反対側は、同様に団体専用の五番線であったが、廃止され、レールは撤去されていた。 新倉敷駅管理の直営駅、愛子コ利用可能駅で2007年夏に愛子コ対応の自動改札機が導入された。古選橋はホームの東西に一つずつあり、東側の古選橋にはエレベーターが設置されている。さらに、4番線ホームにある根高共産拝客専用の南改札口につながっていた。西側の古選橋は1915年に建てられた。 もので、階段の一番下の柱に、鉄道院、大正4年などの文字を見ることができる。この古戦橋は2009年2月に、近代化産業遺産の認定を受けた。また、ホームワイヤーの一部は、鉄道黎明期に使用されていた相当レールを利用して作られており、当駅の歴史を物語っている。2012年9月12日、浅口市は、 四4 5番ホームの土地を買収し、南口広場を新設、車が利用できるロータリーや市営バス、タクシーの格乗り場、駐輪場などを設ける周辺整備事業計画を発表した。財源には合併特例債を活用し、早ければ特例債適用期限内の2015年度完成を目指すと報じられ、その後しばらく動きがなかったが、2017年末に、 94.5番ホームの解体工事が開始された。2020年9月26日より、南口広場及び南改札口が共用開始となり、今後は北口の改修工事が行われる予定。北口は、指導から駅舎に繋がる駅前広場に歩道を設置する予定。1日の平均乗車人員は以下の通りである。西日本旅客鉄道 w 3陽本線快速。 サンイナー新倉敷駅根合駅笠岡駅、普通新倉敷駅根合駅鴨も駅。ありがとうございます。